絶好のスキー日和です。大型連休最終日となった今日、札幌市南区のスキー場には午前9時のオープン前から多くの人が滑り納めに訪れていました。今日どれぐらい滑る予定ですか？100回。100回。ほぼ毎日来てます、ね、ほぼ毎日。連休は毎日来てます。頑張れそうですか？まあなんとかちょっとに憂鬱です。行きたくない。午前11時の山頂の気温は 14.8 度とポカポカ陽気に包まれる中、最後のシュプールを描く人たち。札幌国際スキー場は今日が営業の最終日で、10連休中は1日およそ700人が訪れ最後の滑りを楽しみました。一方、こちら旭川市の旭山動物園も多くの人でにぎわいました。愛らしい姿を見せていた動物たちも連休の終わりはちょっとお疲れの様子。ずっと千葉に行ってたんですよね、はい、この連休。それで最後は地元で桜を見て連休終わろうかなって、ね、赤や黄色にオレンジ色のチューリップ。木古内町のさらき岬で開かれているチューリップフェアの会場です。チューリップ好き？好き。どんなところが好き？赤と紫とピンク。明日から仕事ですか？まあもうゆっくり休んだんでいいですかね。今月1日に始まったこのイベント、最終日の今日までにおよそ7000人が会場を訪れました。新千歳空港の空の便は今日が混雑のピーク。10連休となった今年は飛行機で北海道を訪れた人が例年より2割ほど多かったといいます。別れが寂しくて泣いてしまったお子さんも。いや、連休が長かったんでね、子供たちがすっかり休みに慣れちゃったんで、明日から仕事に戻れるかどうか、子供たちもね、保育園に戻れるかどうか。明日保育園行くの？保育園行くの。どう？楽しみ？うん、楽しみ。お父さんお仕事は楽しみですか？あ、そうですね、楽しみですね。仕事がいっぱい溜まってます。